大変、下がらんこれ。これ、え、これ L ですよ、L。L サイズですよ、これ。さあ、今日はね、とりあえず、近場のお仕事ですね。近場のお仕事からのスタート。で、今日はね、近場をバタバタバタと終わらせて、夕方以降済みで、明日の福岡ですね、九州行ってきたいと思います。で、今日も雨。一時ね、しばらく雨が降るみたい。ね、雨やからさ、ゆっくり走ろう。タイヤのね、グリップ力を過信せずに、ゆっくり走る。昨日ね、なんか大きい交通事故があったみたいで、この辺で。ね、気をつけよう。明日は我が身。今ね、ちょうど積み込み行ってきまして、荷物を下ろして、荷物を積んで、でもう一箇所積んで、さらに納品ですね。まだまだ先は長い。現在ね、9時30分、9時半なんですけども、もうね、お腹が空いております。腹ペコです。もうお腹が空いとる。成長期や。腹ペコ。どっかでね、ちょっとご飯買いたいけど、時間があんまりないよな。で、時間がちょっと空いたら、こう見に行ってこよう。さあ、とりあえずね、午前中、近場のお仕事、行ってきたいと思います。大木法事古墳広場だって、大木法事古墳広場。風が強いわ。ここね、古墳があるんですね。ちょっとした公園見たくなっとる。古墳、昔のお墓のことかな。ねえ、習ったもんな、小学校の頃。前方後円墳とか習ったもんな。こんな感じ。4号墳。あ、この中がお墓になっとったやな。そう思うとちょっと怖いな。夜に来られんな。これが5号墳だって。5号墳。うわ、でかい雲がおる。兵隊雲や。でかい雲がおる。最近この雲が多いのよ。キモいわ。さあ、それじゃあね、もちもちまた走りたいと思います。休憩終了、休憩終了。走ろう。とりあえずね、到着待機ですね。福岡県到着待機。納品がね、9時から始まりますんで、現在8時50分ですね。もう少し待機。多分ね、順番が回ってきましたら電話が来ますんで、それまでね、のんびりしておきたいと思います。日報書いとこ、日報。今日はね、ケツおろしのバラですね。バラのケツおろしなんでね、張り切って行ってこよう。朝から運動や。さあ、それじゃあね、少し待機しておきたいと思います。さあ、積み込み完了ですね。あ、間違えた。納品完了ですね。納品完了。あ、暑いわ。ケツからのバラおろし。疲れた。仕分けがいっぱいあるんですよ、仕分け。着替えよう。風に行くわ。あんまりね、あんまり水分をね、ガブ飲みしたらダメなんだって。でもガブ飲みしちゃう。よし、着替えよう。もうパンツから全部着替えよう。暑いわ。脱げんわ、ほんで。脱げんやつや。ほっほっ。しっかりカーテン閉めてからね、周りから見られんようにね。クレームになったら嫌やからね。あれ、タオルがない。頭にタオル巻いて下ろしたんですけど。あれ、これパンツや。タオルかと思ったらパンツや。これもパンツや。なんでやねん。あれ、タオルがない。あ、こんなところにあった。落ちとったわ。どっかでシャワー入りたいな。ちょっとね、時間が多分、あ、時間ないかな、時間。どっかでシャワー浴びんと
これはもうきついわ。燃料満タンやしな。ねえ、ガソリンスタンドで入れようと思っても燃料満タンやし。あ、これなんかきつい気がする。 L なんやけど、 L サイズやけどきつい気がするな。これきついから下がらんわ。大変、下がらん。これこれ L ですよ。 L サイズですよこれ。これ絶対ママのやつや。これ L サイズでこんな小さいわけないもん。これママのやつや。きつ、あの加圧のシャツみたいな。小さくね。ちょっと恥ずかしいんやけど、まあええわ、これでええわ。腕もめっちゃきついんやけど。これねえ、僕が着たら伸びるからさ、怒られちゃうかな。じゃパンツも着替えよう。ちょっとカーテン、フルカーテンで着替えよう。着替え OK。 あーもう髪もボッサや、髪の毛もボッサやし。今日ね、湿気が高いんですよ。今日ね、すごい湿度が高いんですよ。湿度倒れちゃう、ね、運動したらすぐにザバスプロテイン。あ、入ってるわ。これバナナ味のプロテイン、タンパク質 15g 入っております。結構ね、重たいケースのバラおろししましたんで、飲んどかんとね、損しますからね。うめえ、うまい。これさあ、今からね、今度は積み込みですね。今度は関西行きですね。関西行きの積み込みありますんで行ってきたいと思います。髪がすごいな。さあ、ぼちぼち走ろう。ぶりに晩ご飯ね、しっかり調理して食べたいと思います。ね、これから暑い時期パワーをね、つけんといけんからさ、ご飯作っちゃおう。ね、車中飯、車中飯晩ご飯編。なんかね、この中何も入ってない。とりあえずね、あら、水がないわ。あった、よかった、水がないかと思った。ね、水入れていきます。カタカタ言うとるわ。ちょっと少ないかも。まあいいか。さあ、まずはね、お湯を沸騰する。普通のね、炊飯モードで炊けばお湯がね、沸騰しますんで、これで OK。 あとは待つだけ。だいたい沸騰するのに30分ぐらいかな。結構時間がかかる。30分待っておきたいと思います。お、ええ感じ、ええ感じに沸騰してきた。わかるかな、
ね、しっかり湯気が出ております。さあこれをね一回開けよう。やけどに注意しながら。硬い。よし。おお、しっかり沸騰してますね。この炊飯器ね、蓋を開けても加熱できるんですよ。それが結構ね重宝する。お、いい感じ。そしてね今日はこれですね、お米豚をしゃぶしゃぶにしちゃいます。しゃぶしゃぶです。炊飯器でしゃぶしゃぶ食べちゃおうっていうね魂胆でございます。この空容器を使ってこれにポン酢を入れてやろう。ポン酢をねしっかり買ってきとる。味ポンですね。味ポン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 、味ポンポン。さあしゃぶしゃぶ食べちゃおう。この米を豚をいただこう。オッケー、色が変わった。いただきます。うまい、うまいです。柔らかいです。やっぱりしゃぶしゃぶうまいな。豚肉もうまいけどポン酢がうまいよな。ポン酢大好き、ね、こんだけ入って315円、ね、米を豚美味しい。あ、落ちちゃった。もうちょいやな。この豚甘いわ、美味しい。さあね、今日はしゃぶしゃぶをしながらのんびり過ごしたいと思います。一人しゃぶしゃぶ悪くない、むしろいい。さあ今からね少しのんびりしたいと思います。You're coming by. Let me